もだけど、声話すの初めてですからね。1時間しか寝てないんです。おう、うん、すごい楽しみにしてたんですよ。1時間しか寝てないってどういうこと？何がおかしいな、どういうことですか？だから、はい、あの今日来るまでに、入り時間までに、うんうんうん、1時間しか寝てないんですよ。何やねんか。僕ね、前ね、たまたまね、ヒットスタジオあるでしょ、うん、ヒットスタジオの年末ぐらいかな、あ、はい、特番みたいな、特番みたいな、うん、たまたま見てたよ、うん、もう笑ったわ。なんかね、小室さんとかとみんなにね、うん、どこ行ってたやったっけ、なロサンゼルス、ロスとの中継やったんですよ、うん、はいはいはい、で、スタジオからね、なんか話しかけんのね、はい、で小室さんとかもみんなこうイヤホンしてんねんけど、はい、みんななんか音が聞こえにくいねん、聞き取りにくいね、聞き取りにくいで、うん、小室さんとか聞いてることああって言ってんですよ。でまだこれ間の悪いことに彼女のだけちゃんと聞こえたんですね。今日は小室さんと、うん、河原さんジョイントということでって言ったら、小室さんとかは、うん、え、うん、うん、うんって言うてんの、この子だけ聞こえて、うん、ジョイントって何？見たんですよ、あのオーバートナイトのビデオ貸してもらって、はいはい、小室さんに、はいはい、それで見たんですよ、はいはい、いいコンビですね。え、何が何が、コンビ、小室さんと浜田ジョイントしてるじゃないですか。ジョイント、あんた思い立ての言葉。いやいや、お嬢ちゃんわしと喋れや。私もウィズティーっていう言葉にすごく憧れてたんです、まあ意味はわからないまでもね、うん、私も憧れてたんですよ。憧れてた、やっぱり、でカラオケとかで、はいはいはい、あのウィズティーってあの篠原涼子さんの歌とか、うんうん、もうすごく歌が好きで毎日カラオケしてたんですけど、なんかもう嬉しかったですよね。自分がそうなると思わなかったんですよ。ああああ、うん、だけど嬉しいなとか思う。でもあなたずっと今一緒じゃないですか、いつも。いつも一緒です。この間、ね、空港でも手つないで歩いてましたよ。いや、これはね、珍しいですよ。現場でいつも一緒、うん、歌子圭介でもね、楽屋別に。あなたにとってどうなんですか、怖いんですか、あの人は。可愛い、小室さん可愛いじゃないですか。違う、そういうんじゃなくて。何が可愛いんでしょう。チュー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 吸ってくる。何が可愛いか分かれへんもん。怒られたりとかしてへんの。で、怒る、本気で怒られたことない。あの、でっかい声で怒ったとかいうのないの。俺も見たことないけど、まあ当然ないです。もうつけへんねんて、大きい声で怒るっていうのが、あの、いつもなんかに囲まれてそうやんか。いやいや、まあいつ、そりゃ仕事場やったら囲まれてるやん。いつもなんかに囲まれてるやんか。あれ何、ガラ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 って。あれごと動きながら、ほらなんかね、ちゃんとあの3曲目の話をしたいなと思って来たんですけど。あ、なるほど、してください。3曲目は、あのタイトル、I'm proud って言うんですけど。あ、それどういう意味ですか。私は誇りに思うと、はあはあ、うん、なるほど、うん、すごくいい曲なんですよ。あ、そうですか。あの、歌は出さないんですか。歌は僕、下手ですからね。芸者ガールズ、あの、うん、下手ですから。あ、出すかな。ちょっと計画もありました。あ、そうなんですか。小室さんに曲書いてもらったらいいじゃないですか。おい、ちょっと誰か来てくれ。おい、あの、あっちにお菓子あるから行って。
Snow